でも。違う。熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばひろちゃんです。今日は社長が不在なので、私一人でシャキラン焼きそばを作っていきたいと思います。使っていく材料はこちら。はい材料です。焼きそば2人前と豚バラ肉、もやし、玉ねぎと人参、今日は碧南美人です。あと碧南焼きそばのタレを使っていきます。じゃあ材料は玉ねぎ切ります。千切り、はい、千切り。人参皮付きのまま、下からのアングルでいいですか？ちょっと顔だけやる。豚肉、お肉しっかり焼いた方がいい。もういい、いいよね、いいよね、あまり使いたいじゃない。野菜、人参と玉ねぎ、蒸し焼きにします。大丈夫大丈夫。はい、じゃあこれ。え、いいよね。ラムあ、やだ、ラム、はい、いい焼き目です。もうちょっとかもしれないけど、はい、焼き目がつきました。野菜を戻します。もやしも入れます。ひなやきそばのタレ 50cc、ちょっと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 、うん、でも美味しい美味しい。分からん。美味しいけど分からん。もうちょっと入れるか。うん、うん。うまっ。よし。できたー。出来上がり。碧南焼きそばの完成です。
味しそう。いい匂い。今週の森山優子さんに来てもらいました。リーダーとして一生懸命頑張ってくれています。壁の焼きそば大好きです。え、今日なんで社長に来てそうなんだよ社長。もうちょっともうちょっとこってはいいかな。じゃあ、濃さはいい。いい？美味しいよ。うん、ちょっと柔らかくなっちゃったけど、うん、美味しいです、うん、美味しいです、うん、とっても美味しいので試してみりん。美味しいので試してみりん。いいですか？もう一回撮っとけます。あー！一応、オッケーですけど。